そのまんまスコンと植えまして、さて本日もリアルマイクラの時間がやってきました。皆さんマイクラでね、麦とかジャガイモとかいろいろ育ててますとは思いますけども、本日はですね、リアルモッドを入れたということでトマトでございますね。あとね、近所の人からなんかいろいろもらったので、そちらも合わせてちょっとね、本日は植えていきたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。まあ、1週間ぐらい経ったのでもう多分ね肥料とか多分なんかが馴染んだと思われる。そこで今からですね、苗を植えるための穴ん開けなお願いします。これ使い方合ってんかな。それでぐるぐるするんかな。どう？カスンってカスンっていくんかな。力、あ、いい音したよ。こうか。ほんでぐるぐるってするんかな。ぐる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 。どう？来たんちゃう？で抜く。抜く。あ、あ、いけた。ほんで、あ、本日の苗ちょっと紹介しようぜ。まずこちらはピーマンです。あ、こちら、あ、こちらピーマン私カメラ持ってあげようかあ、ピーマンですね、はい、ピーマン。なんか私ピーマン私の動画みたいになってるわ。何が何が、こっち、マイクはこっち向いてるで、マイクはこっち喋らんでいいやろ。喋らんでいいや、どんどん行きましょう。これがキュウリです。これがピーマンによく似てますが、はい、シシトウです。シシトウ。唐辛子ですね。ああ、いいね、唐辛子、はい。おらんといて、あ、それ高級品種やお、多分高かったんやで。これがコシノルビーですね、はい、トマト。うん、コシノルビーでございます。こちらめっちゃ甘くなるやつ、それ。これはオクラです。それはオクラ、はい、オクラ、オクラですね、はい。まあその2種類やの、うん、じゃあちょっといただいたやつから植えていきましょうか。うん、なら穴んぼも適当な感覚で開けちゃってってください。まずいい感覚で穴んぼを、実況者になるで、実況者はい、いろいろやっていきましょう。今年初めてやで、失敗してもまた来年頑張ろう。いつものことか。うん、いつものことですわ。ここにマルチが溜まっていくもん。あー、なるほど、そういう便利グッズなんやね。マルチが溜まった様子もちゃんと映しておこう。これからのね、農業系 YouTuber ね、チャレンジされる方に悪い例になってるかもしれんし。いるんかな。いるさ、これから。どんな感じで裏側って、ほら、こうやってマルチが、あー、なるほど、マルチがこうやって溜まっていくんだね。はい、うんならですね、ちょっと穴んぼ開けいきましょう。穴んぼ開けは、はい、穴ほろくんでございます。これなんかアマゾンで評価高かったからね。これはそのまんまやって、うん、ほんでグリグリとして、これぐらいか、うんうん、離して、でほんで押すと砂がボトンと、すごい、よし、いい感じだ。早速ちょっと植えていきましょう。何いく？唐辛子かもしれない苗を植えていきます。はい、うな、そのまんまスコンと植えまして、こんな感じでいいんか。でいいんやと思うけどね。あ、後で棒立てて、ちょっとなんか風で大丈夫なようにしてあげようか、うん、ね。よっしゃ、うな、じゃんじゃん行こうぜ。はい、では次は似たようなやつで、はい、唐辛子、次ピーマン。あ、次ピーマンね、はい。はい、ピーマン行きました。唐辛子です。その子唐辛子、もう何植えたかもうわからんくなってんだ、あのぶっちゃけ。生えてくれば、うん、生えてきて判断が、うん、それは何でしょうかね。あ、これオクラ。オクラか、いいね、オクラ。オクラ行くよ。うん、オクラじゃあ2つ揃えたもん。うん、オクラすごいなんかドロッドロやな。何が？土が。へえ、土までドロドロになるんけ。ここじゃあかんかもしれん。師匠の畑でこんな感じだったもん。うん、はい、なら次のコーナー行きましょう。もう一回穴開けて。そうやの、穴開けて。えちゃん、俺もやってみていい？なるほど、めっちゃ簡単やもこれ。簡単やん、えりちゃんこれ。うん、では穴掘るくんで穴を開けます。で、へい、超便利屋が楽勝屋がと言っています。分かってる。ほんで次はキュウリ、キュウリ行きました。コシノルビー行きます。でコシノルビーまた行きますと。よし、じゃあ多分こいつはキャシャリンだと思うので、多分こういうのするんだよな。じゃあこれしてどうすればいいやろう。
こう抱きかかえる感じでいいんかな。どう思う、えいちゃん。こんな感じでいいかな、これ。こんで置いとくか、うん、相当強くなったやろ、こんで。ほらほら、よいしょ。結び方超怪しいけどまたね、コメント欄を見てから直せばいいんだよじゃあこんな調子でちょっとやっていきましょうか。いい感じになったよ。よし、最後にたっぷりお水あげてね、終わりましょう本日は。いやー、じゃがいもも育ったね、これ。1週間前の比較並べようか。はい、わかる？多分この子の伸びしろが一番すごいんじゃないかな、この子。はい、こんな感じでございますね。比較わかりましたが、1週間でこんだけ成長いたしました。はい、とまあこんな感じでですね、本日は苗か、苗植えの方、うまくいきました。これでね、まあ、骨粉かければすぐ収穫できるんですけど、まだねできないみたいだから、しばらくまた待ってからですね、ちょっと様子の方をお届けしたいと思います。以上ですね、本日のリアルマイクラでした。